熊本県で自民党員らとの車座対話に出席した岸田総理大臣は裏金事件を陳謝しましたが、自民党員からは倫理観が欠如しているなどの苦言が相次ぎました。国民の皆さんに大きな政治不信を招いてしまっている、心からお詫びを申し上げる次第でございます。自民党の在り方がですね、非常に問題だと、議員としての倫理観が欠如しているのではないかと。岸田総理は今の国会で政治資金規正法を改正し、厳格な内容を実現することで国民の信頼回復につなげたいと強調しました。また車座対話の終了後、記者団の取材に応じ、自民党内で処分に対する不満が出ていることについて、意見は受け止めたいが、最後は党の決定に基づいて一体で取り組むのが自民党だと述べ、理解を求めました。